まあ今ね、赤ちゃんがね、自分の感情をもう十分に出してますね。私どもは、必要に応じては自分の感情を抑えるというやり方をするんですけどもね、これも肉体があるからできるんです。それで、あちらの世界ではね、私何度も言ってるんだけれども、皆さんもそうですね、何度も言ってるんだけれども、明るさとか暗さが、感情だと思います。とっても気持ちがいいという時、ものすごく明るい。嫌な感じがする時には暗いという感じがしますね。ですから、その辺のところでご理解いただければいいんじゃないですか。感情というのは肉体を通して感じるので、例えばこう明るい時に、今日はね、冬の空なんだけれどね、秋空みたいな感じですね。鱗雲が、動いていますね。これなんかでも明るいなという感じがすると、こういうことですね。ですから、とっても青空なんかだとウキウキする。で、こう悲しむわけじゃないんだけどもね、しっとりして、じとじとしてたら嫌だなっていう感じがする。あれと同じですね。しっとりしたのがダメなんでも何でもない。自分はそれを暗い、あるいは鬱陶しいと感じると、こういうことです。はい、肉体がなければ暗いという感じになりますね。薄暗い。はい。恨みを持って死んでから幽霊になって出てくるとか、祟ったりするとか言いますけれど、そういう感情はどうなんですか。それを持って面白いご質問ですね。恨みを残して亡くなる方っていうのは結構いるんだと思うんだけども。あちらへ行くとね、眠ってしまって意識が働かなくなるんですね。ですから眠ってしまってるという感じなんですけど、その眠りの中でいろいろ勉強するんでしょうかね。ただもう一つ面白いのは、天使たちがいてね、天使たちが人間とは肉体を持ってないですから、意識で例えば素晴らしい光をいっぱい味わわせてくれる。光はありますのでね、光を感じることはできます。魂は光を感じることができるので、光をいっぱい味わわせてくれるね。それから私どもこうやって生きてると、福田孝則も、福田孝則ね、もう87年も生きてますけれどもね、生まれる前に私のケアする天使たちを決めてきてるので、天使たちが一緒にいると、こういうことでね、死んだ後もその天使たちと一緒なので、天使たちが私が恨みやなんかをいっぱい持ってそのまま死んでしまったらね、ケアしてくれるんですよ。で、まず一番最初は眠るということですかね。魂が意識が勝手に動き回らないで静かにしているというところから始めるんですね。それで光をだん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 こう強くしていって、光が輝いてくると、光に恨みやなんかと別のものですね、喜び、あるいは人のお役に立とうという光をこの全身に受けて、それですぐお役に立とうとするわけですよ。だって 光するものですからね。光になっちゃった、光そのものなんだけど暗かった、光が弱かった時が恨みとかそういったものになるんでしょうね。ですから、新しい希望に満ちた光を自分が発散するようになると、こういうことですね。そうすると、これも啓示をやってる方はご存知でしょうけど、優先感滞在って言ってね、金星とか土星とか火星とか言ってね、自分をもう一遍本来の自分の姿を体験してくるんですね。これも難しいから、それ以上いかないで、念のため今度の本ではもうね、あと一月ぐらいで出ると思うんだけど、今度の本ではそのこと言ってます。楽しみにしててください。私の亡くなった祖母は、もし私が呼んだり、もし私がその向こうの世界に行って会ったら、お互いに嬉しいという感情はあるんですか。嬉しいし、嬉しいという感情って言ってね、感情はないと思うけど、嬉しいということですね。ものすごく嬉しい。要するに明るさ、
暗さで判断してみてください。すごく明るいところにおじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃると、こういう感じですね。はい。それからこの仏教ではお迎えに来ると言いますね。死ぬ時にお迎えに来る、その通り先祖たちもみんなお迎えに来ますんでね。では亡くなった人に対して何をしたら喜ぶとか嬉しいとかってあるんですかね。神の存在を認めて神の輝きを感じてるのが、亡くなった人が私どもに会いに来た時にすごく喜びかな。自分が輝いてたら、要するに輝く明るさとか暗さはあるので、明るさをもう明るさいっぱいでね、死んでったら先祖をねすごく明るくすることができる、当然ですよね、明るいからという感じでね。それから今度は亡くなられた方、私は司祭をやってるんだけど、先祖代々って言っていつもお祈りしてますね。福だけ先祖代々ってこういう感じなんですけどね。で、なんとかけなんとかけなんとかけって言って全部祝福してますけれども、要するに光を差し上げていればいい。例えばこうひいおじいちゃん、私はねずっと男性として生まれてきた家系の中の一人なんですね。家系の中で男性として生まれてきたというんですかね。だから私のひいおじいちゃん、年齢いくつも違わないんですよ。ひいおじいちゃんそのまま出てきますよ。お年を召してそのまんまで、はい、感覚的にですね。ですからひいおじいちゃんが例えば若い時の、ね、赤ちゃんでひいおじいちゃんが出てきたら、ひいおじいちゃんかどうかわかんない、まさにひいおじいちゃんで出てくるから。それから私をね本当にこう可愛がってくれたんで、もうひいおじいちゃんっていうとさっきもひょっと来ましたからね。亡くなった方に私どもが語りかけると、亡くなった方はそばにいます、そばにいます。でそれを神も同じですけど、神様呼ぶとすぐ来てくれる、のそのそ来るんじゃないの、これそこに存在してると、こんな感じですのでね。ひいおじいちゃんもひいおじいちゃんって言うとここにいるという感じですよ。もうニコニコ笑って本当におじいちゃんってこう言いたくなる、そんな感じなんですけどね。